オンライントレーニングを始めようと思ったきっかけを教えてください。始めようと思ったきっかけは、まあ、コロナの影響でちょっとまあ外出するのやめようっていう感じになった時に、まあ、JO アカウトの方で新しいサービスとしてオンライントレーニングを始めるっていうのでやってみようと思いました。体で変化を感じた部分があったら教えてください。一番はやっぱり上肢の筋力アップですね。車椅子上で、まあ、スタジオトレーニングとかやっていく中でも、1時間続けて上肢のトレーニングを行うこととかがあまりなかったので、そこの筋力アップはものすごく感じました。まあ、筋力アップとかオンライントレーニングがトレーニング、この普段のスタジオトレーニングに活かせてるなっていうことがあったら教えてください。やっぱりスタジオトレーニングに復帰してすぐぐらいの時に、まあ、四つ這いだったりとか、まあ、スタンディングフレーム漕いだりとかでパワーアップ感じましたし、あとグリーンウォーカーで立ち上がる時とかも安定感が増したっていう感じはあります。じゃあ中でもなんか挑戦、これ挑戦したなって思うというか、オンラインの中でも挑戦したことってありますかね、トレーニングの中で。挑戦か分かんないですけど、まあ、やっぱり壁使ってトレーニングしようとか、まあ、工夫って感じになるんですかね。でもなんか家の中のものとか、家のこう小道具っていうんですか、家のにあるなんか道具とか、あと壁とか椅子とかを、まあ、一緒になんかこうトレーニング作り、こう考えながら作り上げていける感じはしたんで、すごいそれは良かったかなって私も思います。家の中の状況が見えるっていうのは結構私たちにとってもメリットで、なんかそういうところ、そういうふうに移動してるんだなとか、そういうふうな動線で生活してるんだなとか、こういうもの使えそうだなって結構なかなか見れないんで、訪問もできなかったりするから。ちょっとそこはメリットだなって私も個人的には感じてます。まだオンライントレーニングチャレンジまだしてない方に何かメッセージがあったらお願いします。やっぱりまずは一回やってみるっていうのは大きな発見につながるのかなって思いますね。一回やってみれば自分に何ができて何ができないとか、家で何ができるとかも新たな発見があると思うんで、一回やってみるっていうのがいいのかなと思います。ありがとうございます。